二座席レーシングカーは、1966年から1981年まで、国際自動車連盟が規定していた競技に用いる、自動車の一類定である。個別レースシリーズでは、スポーツカーと呼称されることもある。スポーツカーと同様に並列に二座席を配し、すべてのホイールは、ボディのフェンダー部に覆われているが、行動運用の前提条件は名目すらない、完全な競争車である。 カナディアン・アメリカン・チャレンジ・カップや日本ではそれに加え富士グランチャンピオンシリーズの車両として知られている。1973年カンナム第6戦もルソンカップ1966年国際自動車連盟の国際スポーツ法典が改変されるのに伴いアメリカスポーツカークラブがサーキットロードレース専用スポーツカーとして独自に規定している改造部門を 不足 J 校の C 部門に第7グループとして加え、スポーツカーとは決別し新定義された。スカが主催する合衆国ロードレース選手権の最上位クラスであった改造部門は、1965年以前の国際スポーツ法典不足 C 校のスポーツカー規定を元に最低重量、最低地上高、燃料タンク最大容積の各規定、ラゲッジ空間確保、 エンジンオいイとスペアホイール装備義務、これらをすべて撤廃しており、さらにロードスターの場合は、ウィンドシールドの最小寸度も規定していなかった。このうち最低地上高に制限がないことは、FIA のスポーツカーとは異なり、フォーミュラレーシングカーと同じく路面整備されたサーキットロードしか運用前提がない準競走車を意味していた。国際規定化するにあたりや簡単化の装備も昼間、 レースでは自由化された。助手席を有しており、車体を真上から眺めるとホイールが完全にボディに隠れるなど、スポーツカーと共通する要素は保存されている。天外の有無に規定はないが、1975年以前にクーペが製造された例はない。ドライバーズレース専用機材と位置づけられているが、技術規定は緩く、多くのレースシリーズは、 エンジン排気量にも制限がないため、メイクス国際選手権のスポーツカーにエンジン排気量上限が課せられた1968年以降は、それまでのスポーツカー開発の資源を振り向ける形で、欧米と日本の自動車製造者が直接関与する事例が多くなった。スカがカナダ自動車スポーツクラブと共同で1966年から開始したカナディアン・アメリカンチャレンジカップでは、 九百七十四年まで参加対象の最上位クラスであった。また、日本でも九百六十八年と九百六十九年の日本グランプリ及び九百七十一年から開始された富士グランチャンピオンシリーズでは九百七十八年までガンナムと同じく最上位クラスであった。九百七十六年には前年までビーブモンであった実験的競技者とそれに属する。 スポーツカーが廃止され、代わって公認生産者に新設された特殊プロダクションカーが第5グループになったため、部門とグループが繰り下がり B 部門第6グループとなる。これに伴い、スポーツカーレースの参加対象とするため、エンジン排気量に応じた最低重量と燃料体育最大容積の規定が導入された。 これにより1976年と1977年のスポーツカー世界選手権、1978年から1980年までの耐久ドライバーズワールドチャレンジ、1981年の世界耐久選手権にそれぞれ対象となり、欧州自動車製造者の直接関与が強まった。また百八十一年は、翌年の新規定発行を見越したクーペが多く、 登場した。1982年に不足 J 校の改変により後継類型としてカテゴリー2グループ C が導入された。ただし、2座席レーシングカーはグループ E へグループ6の名称で編入され、1982年は改変に伴う移行期間として世界耐久選手権へ参加が認められた。また、グループ C の技術規定は、 耐久ロードレースに特化しており、かつロードスターに利点がないため、国際ヒルクライムでは1989年にグループ C3 が導入されるまで継続運用された。ありがとうございます。